どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日ね、土曜日ということで、いつもね、細かい話やってるわけなんですけども、昨日ね、ちょっとね、マリオットの スイートナイトアワードのですね、名称変更等々がね、発表ありましたので、ちょっと昨日できなかったのでね、本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、やっていきたいな、なんていう風に思いますので、気になる方はぜひね、チェックしていただければな、と思います。はい、ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、まずね、キャセイパシフィック航空なんですけども、こちらね、深圳のですね、港にですね、キャセイのね、ラウンジを えー、解説したっていうのがですね、発表されたんですよね。こちら非常にびっくりしたわけなんですけども、まあこちらのね、えー、これキャセイのね、公式サイトなんですけども、えー、シンセンのですね、ちょっと、ね、読み方がわかんないですけども、港にですね、このキャセイパシフィックラウンジをですね、ま解、あ、説したっていうのが発表されたんですよね。どうやらね、この、 えー、香港からですね、スカイピアに直接用し、えー、乗客は世界中の目的地へのフライトへ荷物を通すことができます、ま毎日11便で、えー、グレーダーベイエリアと HKIA を結ぶ最も美しい港の一つですということで、まさかね、この港にね、キャセイパシフィックのね、ラウンジがね、まあできたっていうふうになりますんで、まあこちら利用する方ね、そんなに多くないかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ一応ね、この、 キャセイパシフィックのサイトですね。ZYK でね、入力すると、まあ、このね、あの、港もね、出てくるっていう風になるみたいですので、まあ、一応ね、こんなのがあるんだっていうことは、まあ、覚えておいていただければな、なんていう風に思います。まあ、ちょっとね、細かすぎるかもしれないですけどね、この話はね。 はい。ま、あこういった形になっております。それでは次に JAL なんですけども、ま、2024年の1月よりですね、JAL はね、もうこちら去年のね、えっと、いつぐらいに発表されたのかな今ぐらいだったかな発表されて、え、2024年1月よりですね、新しいステータスプログラムが始まりますということで、まだね、こちら、え、11月にね、え、発信予定なんですけども、まだね、発表はされていないって言った形になってるんですよね。で、こちらね、11月にね、予定してるっていう いうふうになりますんで、本当に来週か再来週ぐらいにはですね、このね、JAL のね、新しいステータスプログラムね、あの、詳細がわかるっていうふうになりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。で、先日ですね、エアバス350-1000のですね、新規就航が2023年の11月の下旬をね、予定されていたわけなんですけども、まあ、年内にね、こちら変更になったんですよね。 こちらもですね、11月の上旬にね、あの、新規就航日をですね、発表するっていうのが、まあ、この前のね、決算発表かなんかでね、発表があったみたいですので、まあ、こちらもね、来週あたりにですね、発表あると思いますので、この点もね、JAL マイルとかね、JAL 利用することが多い方はですね、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。このステータスプログラムに関してはですね、まあ、発表されましたらね、また私の動画でね、紹介したいなと思います。それでは次に JAL ですね。で 今回ですね、なんと、JAL のサイトでですね、この JAL パックなんですけども、JAL パックなのに、ジップエアのね、えー、飛行機で行く、えー、ツアーがですね、こちら販売開始になったということで、まあこれね、結構びっくりだったんで、今回ね、紹介させていただいた次第なんですよね。で、こちらジップエア利用で、朝食2回付き、トロリーバス付きの、えー、ワイキキハイアットプレイス、ワイキキビーチのね、こちら5日間のハワイのね、利用なんですけども、こちらね、5日間、成田空港発で、 15万4000円からね、えー、お一人様。まあ、こちらね、一部屋4名様でご利用の場合っていうふうにはなるわけなんですけども、やはりね、ジップイヤーでね、利用することができるということで、非常にね、価格はね、安く設定されているっていうふうになりますんで、これね、結構いいんじゃないかな、なんていうふうに思います。またね、トロリーバスとかもね、使えるっていうふうになりますんでね、こういったツアーがですね、新登場で、え、 がありましたのでこちらもねぜひ、えー、結構ねおタに利用することができるっていう風になりますのでぜひね覚えておいていただきたいななんていうふうに思いますそれでは次にですねポンタポイントからジャルマイルの交換20%レートアップキャンペーンがですね先日ね発表がありましたこちらね2023年11月の1日から12月の31日までこちらで、ね、20%増量がね受けられるっていた感じになりますでこちらね20%例、えー、交換レートアップ ということで、ポンタポイントからね、50%で JAL マイルにね、交換することができるんですけども、20%アップキャンペーンということで、交換率については60%で交換することができるって言いたいになります。ですので、100ポンタポイントを交換した場合、通常50マイルのところ、さらにボーナスとして、10マイルが加算されて合計60マイルにね、交換することが できるキャンペーンっていう風になっております。で、こちらね、まあ、非常にね、簡単っていうかね、特にエントリーもなくですね、ただ単にポンタポイントをジャルマイルに交換していただければ、このね、20%を受けられるっていう風になりますんで、まあ、実際の交換方法を知りたいよっていう方は、まあ、以前のね、あの、開いようとポンタポイント、ジャルマイルみたいな感じで、あの、検索していただければね、まあ、実際に交換した動画もね、出てくるかな、なんていうふうに思いますので、そちらね、参考にしていただければなぁと思うんですけども、ただ単に ね、ポンタポイントから JAL マイルに交換していただければこのキャンペーン乗れるっていう風になりますんで待ってた方ねかなり多いかななんていう風に思いますのでこの機会にねぜひマイルね交換していただければななんていう風に思いますで対象のお客様はですね J ロイマイレージバンクポンダ会員または JMB ローソンポンダカードビザをお持ちの JMB 日本地区会員の方であれば誰でもね利用することができるって言った感じになりますこのね JMB ポンダ会員のね詳細はこちらということで こちらね、クリックしていただくと、まあ、こちらね、あの登録画面が出てきますので、もしね、登録されてないよっていう方は、登録ね、しといてください。で、こちらね、ボーナスマイルの付与時期なんですけども、2024年の1月末頃ということで、まあ、このね、ポンタポイントからジャルマイルっていうのは、だいたい1週間ぐらいでね、交換することができるんですけども、このボーナス分に関しては、2024年の1月頃通常のマイルとは別に積算されるっていうふうになりますんで、この点だけね、注意し していていただければなぁなんていうふうに思います。100枚、100ポンタポイント交換してね、50マイルは来週ぐらいにつくと思うんですけども、このね、プラスの10マイルは、えー、来年の1月末頃にね、付与されるっていうふうになります。それでは次にね、JAL なんですけども、どこかにマイル対象にですね、札幌、新千歳、丘珠空港を発着を追加ということで、2023年の11月の21日、 朝11時よりですね、このどこかにマイルにですね、札幌岡玉空港で、ね、発着が追加になるっていうふうになりますんで、こちらね、朗報ですよね。ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。ま、あ11月の21日ということで、まあ、あとね、2 3、3週間ぐらいか、まあ、あるっていうふうになるわけなんですけども、こちらね、追加になるっていうふうになりますんでね、利用できる空港が増えるっていうのはね、非常にいいですよね。ぜひ覚えておいてください。それでは次にですね、各ポイントから、 D ポイントに交換していただくと、 増量キャンペーンっていうのはね、定期的にやっておりまして、まあ、すごい昔出た時はね、25%増量とかで、まあ、その後20%とかね、どん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 レートが下がってって、え、とうとうね、今回 5. 5、え、5.5%までね、まあ、下がってしまったっていった形になります。まあ、こちらね、各ポイントをね、D ポイントに交換していただければ、まあ 5. 5、5.5%ね、多くね、もらえるキャンペーンっていうふうになっておりますんで、まあ、なんでこのキャンペーンやってるのか、ちょっといまいちよくわかんないわけなんですけれども、まあ、年末にね、かけて、こちら 開始ににななるって言ってた形になりますで、もうね、エントリー期間、えー、キャンペーン期間ね、開始になっておりますんで、終わるのはね、2024年の1月の5日までっていうふうになっておりますんで、 こちらね、エントリーが必須っていう風になりますんで、この点はね、注意していただければな、なんていう風に思います。5000ポイントをですね、どっかのポイントから D ポイントに交換していただくと、まあ、今回5.5%ということで、追加でね、275ポイントがもらえるって言った値になります。で、こちら贈呈時期はね、2024年の2月頃っていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、参加条件はね、このエントリーが必須な点と、この利用者登録だけで、ね、していただければ、 特に、ね、他は必要なくこのキャンペーンの、ね、対象のえポイントからですね D ポイントに交換していただければえ恩恵が受けられるっていうふうになっておりますのでこちらもねぜひ覚えておいていただきたいななんていうふうに思いますまあでもね今ねこのポンタポイントのね20%レートアップキャンペーンがやっておりますんで、まあ、わざわざ D ポイント経由する必要はないのかななんていうふうに思うんですけどもまあここはねちょっとねあのお好みになるかなっていうところですかねそれでは次にですねフィンエアなんですけども 100周年キャンペーンでね、こちら結構いいセールがやっておりまして、ヘルシンキ往復14万4000から、こちらね、えー、旅行時期がですね、2024年の1月の9日から3月の15日っていう風になっておりまして、まあ、ヘルシンキ以外もね、ミラーのコペンハーゲン、ベルリンとかね、いろいろあるわけなんですけども、こちらね、ネインサーチャージ込みでね、往復のね、料金っていう風になっておりますんで、こちらね、結構いいですよね。で、販売期間が2023年の11月の1日から14日 まで旅行期間が2 0 2 0年1月9日から2 0 2 0年3月15日日本帰着日までというふうになっておりますのでこの点はね覚えておいていただくのとエコノミークラスは最初の国際線の7日前までビジネスクラスは21日前までに航空券を購入する必要があるっていうふうになりますのでこの点はね覚えておいてくださいそれでは次にですね大阪方面の方ね阪神電車またね こちらは近畿日本鉄道、またこちらね、阪急電鉄のね、利用されている方ね、こちらね、結構朗報だと思うんですけども、全駅でですね、クレジットカード等のタッチ決済によるするサービスをですね、2024年内に改札機へ専用リーダー設置へということで、まあこういったのがですね、今後ね、ついて大阪方面のね、この阪急と、またね、阪神電車ね、全駅で利用することができるようになるっていうふうになりますんで、 これは非常に朗報ですよね。まあ是非ね、日本のね、JR とかね、えー、なってほしいなっていうふうに思うんですけども、やはりね、あの、Suica がね、ありますんでね、ちょっとね、今後どうなるかわかんないですけども、まあ本当にね、 電車ってね、クレジットカードでね、利用することがね、あの、利用しづらいんでね、あの、ぜひね、こちらどんどんね、普及していただきたいな、なんていう風に思います。それでは次にですね、ちょっとね、こっちに一回戻させて、えー、話させていただきますけれども、こちらね、ちょっとサイトの、えー、 ページをね、載せていいのかちょっとわかんないので、ちょっと読み上げさせていただきますけども、2024年の4月の26日からですね、大韓航空が東京、成田からハワイ路線ですね、運航再開っていうのが、報道はね、出ているって言いたがになります。今ね、こちら運休しているわけなんですけども、まあ、2020年、来年の4月26日からですね、成田、ホノルル路線ね、再開されるっていうふうになりますんで、本当にね、いろんな便がですね、このね、ハワイ路線ね、どう 導入してきてるっていう風になっておりますんで、便が多ければ多いほどですね、価格面でね、まあ、恩恵が受けられる可能性がねあるっていう風になっておりますんで、この点もねぜひ覚えておいていただきたいななんていう風に。 思います。こちらデイリーということで、毎日ね、飛ぶみたいで、機材はね、トリプル7ダップュ 200ER がね、予定されているっていうふうになりますんで、まあこちらね、週7便でね、運行されるっていうふうになりますんで、これはいいですよね。まあこういったね、あの報道もございましたので、今後ね、2024年の4月26日以降は、えー、ホノル路線ね、大韓航空もね、飛ぶっていうふうになりますんで、この点ぜひ覚えておいていただきたいなーなっていうふうに思います。 それでは次ですね。三井住友カードでスターバックビザタッチ決済で使ってみよう。抽選で1万名様に1000円相当の V ポイントプレゼントということで、こちらね結構ね、あの、 当たる確率ね、高いのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあ、スターバックスね、よく利用される方に関しては、えこちらエントリー、概要欄にね、載せておきますので、エントリーしていただいてえ、ビザタッチね、して、あの、スタバでね、利用していただければ、もしかしたらね、戦争との V ポイントね、まあ、もらえるかもしれないっていうふうになっておりますので、ぜひね、覚えておいてください。こちら期間はね、11月の6日から11月の30日ということで、こちらの動画が出てのは11月の5日ということで、え明日からね、 開始になるって言った形になりますでエントリーが必須になっておりましてでこちら対象カードはね V ポイントが貯まるカードのうちビザブランドのカードはね対象っていう風になっておりますので まあ、こちらね、対象とならないカードね、記載がありますので、まあ、気になる方はこちらね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。で、こちらエントリーが必須っていうのはね、先ほど言わせていただいて、このスターバックスで1回あたり800円以上のビザタッチ決済がね、あの、必要っていう風になりますんで、この点ね、800円以上ね、まあ、 どのぐらいちょっと皆さんが使うのかちょっと私存じ上げないんですけども伝わってなかなか利用しないんで、まあ、このね、1回あたり800円以上っていう部分はね、注意していただきたいな、なんていうふうに思います。で、こちらね、対象点は、まあ、こういったね、ポップを掲げていて、またね、ビザタッチっていうのはこういうもんですよっていうね、文言もありますので、まあ、わかんないよっていう方はね、こちら見ていただければな、なんていうふうに思います。 で、当選発表はですね、2024年1月末までに得点ポイント付与を持って買いさせていただきますっていうふうになりますんで、特にメールとかコズですね、あの、V ポイントのね、あの、残高に1000ポイントがね、急に増えてたら、まあ当たってるかもしれないみたいな、まあそういった形になりますんで、スターバックスね、よく利用される方はぜひね、チェックしていただければなと思います。それでは次にですね、ファミペイがですね、期間中に銀行口座を登録すると、200円相当のね、ファミペイボーナス がもらえるということでまあ私 iphone なんですけれどもこのファミペイっていうのはねバーチャルカードが出せるんですよねでそれをウォレットに入れたりすることができますのでこれ銀行口座を登録とくので200円もらえてこの200円は まああの、番号とかね、普通にカード番号出せますので、まあそのまま甘ギフ買ってもいいので、まあこちらね、登録したらね、あの甘ギフに変送当もらえると言っても過言ではないキャンペーンっていう風になっておりますので、こちらね、非常におすすめです。で、キャンペーン期間ですね、11月の1日から2021月31日、エントリーがね、必須になっております。で、キャンペーン内容ですね、エントリー及びファミペイに銀行口座を登録すると、漏れなく 2, 200円相当の期間限定ファミペイボーナスを後日す、 進定しますということで、期間中にね、銀行口座登録された方で、追加で登録された方も対象となります。ということで、私もね、こちら銀行口座登録してるんですけども、追加で登録すれば私もね、もらえるって言った形になります。で 利用方法ね、ここに書いてありますんで、これね、非常にわかりやすいんでね、はい、私が説明するようにね、あの、簡単かな、なんていうふうに思いますんで、ぜひね、こちら、覚えておいていただければな、と思います。で、対応銀行がございまして、ファミペイのね、新定備と有効期限がね、記載があるっていたがちになりますんで、まあ、そんなに難しくないんでね、あの、細かくはやりませんけども、ひとまずエントリーが必須なことだけね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、これだけで200円もらえるんだったらね、やっておきましょう。 それでは次にですね、ビザラインペイプリペイドカードご利用特定変更のお知らせが、ちょっと前ね、10月30日に発表されております。なんとですね、ビザの加盟店でのビザタッチ決済利用で3%ポイント還元ということで、Apple Pay び Google Pay に設定してご利用いただくタッチ決済の支払いで、ラインポイント2%還元を 2%の還元する特典を2023年12月31日をもって終了します。2024年1月1日から ビザ加盟店でのビザタッチご利用のみでラインポイント3%還元をね、開始しますということで、非常に強いですよね。まあビザタッチのみっていう風になりますんで、ビザタッチ決済が使えるところでしかね、利用することができないんですけども、ラインポイント3%還元。しかもこのカードね、クレジットカードじゃなくてプリペイドカードっていう風になりますんで、これはね、非常に強いですよね。で、このね、 3%の上限はですね、月1000ポイントまでっていうふうになっておりますんで、えっと、上、対象支払い金額は33,334円になるかななんていうふうに思うわけなんですけども、まあこちらね、毎月その分までは、 3%還元がね、取れるっていう風になっておりますんで、まあこちらね、気になる方はぜひね、利用していただければな、なんていう風に思います。まあ利用できるのは来年の1月の10日からっていう風になりますんで、まあかなり先にはなるわけなんですけども、3%還元すごいですよね。この LINEPay のね、もらえるポイントって l i n e ポイントなんですけども、この l i n e ポイントっていうのはですね、まあ LINEPay 自体がですね、もうあの、LINEPay のね、あのコード決済がそのまま、あの PayPay の使えるところで使えたりね、この l i n e ポイントも ペイビーポイントにね、移行して、あの、現金化もね、現金化もね、可能っていう風になっておりますんで、こちらね、かなりね、おすすめって言った感じになります。まあ、プリペイドカードね、あの、クレジットカード嫌いでプリペイドカードを使いたいよっていう方はですね、こちらね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。まあ、ビザタッチ決済のみっていうところはね、ちょっと痛い部分ではありますけどもね。 それでは次にですね、こちらホットペッパーグルメでですね、めちゃくちゃお得なキャンペーンが来ております。こちらね、最大1万5000ポイントもらえるわけなんですけども、最大1人ね、1050ポイント、ディナー、 2,000円以上を予約した方が対象ということで、こちらね、50%還元キャンペーンっていう風になるんですよね。で、期間が2023年の11月の1日から2023年12月の20日までやっているっていう風になっておりまして、ディナーで2,000円以上のコースを利用していただくと、 1050ポイントがね、もらえるって言った感じになります。このポイントはですね、上限1500ポイント、1万5000ポイントまでっていう風になっておりまして、このディナーっていうくくりは15時から翌日の朝の7時までのね、この ホットペッパーグルメではディナーって呼ばれているみたいですので、まあ、この時間帯ね、2000以上のコースを利用していただければ、半額ね、ポイントバックしてくれるっていう風になりますんで、これはすごいいいですよね。だから毎回繰り返していただければね、かなりお得に、えー、お食事で、ね、できるかな、なんていう風に思いますので、こちらね、エントリー必須なんで、ぜひね、覚えておいてください。で、こちらね、お店ね、簡単に調べることができるわけなんですけども、 結構ね、いろんなポイント、あの、お店がありまして、普通にドマドマとかね、結構ポイントサイトの案件とかにもね、出てるようなドマドマとか、あとね、温野菜しゃぶしゃぶとかね、あと、えー、久えっ、ー、と、これ何だったかなこれドマドマのコース料理だったかなこれね、ドマドマのコース料理なんですけど、普通にね、2500円とかのね、コースもあるっていう風になっておりますんで、まぁ、あ、今回ね、あの、2000円以上ね、利用して、 コース料理をね利用していただくと、まあ、1050ポイントね返ってくるっていうふうになりますんでこれはね非常にいいですよねちょっとこの温野菜しゃぶしゃぶとかねちょっと利用したいなーなんていうふうに思っておりますこちらねメニュー見るとねコース料理ね2398円とかのねコースもありますんでまあこれね え、利用していただければ、ま、1000ポイントね、返ってくるっていう風になりますし、またこのホットペッパーグルメっていうのはですね、ポイントサイトの案件にもありますんで、こちらね、130ポイントね、あの、予約で130ポイント取れて、またね、こちらで1000ポイント取れてみたいなこともできるっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ、え、利用ね、していただければな、なんていう風に思います。で、次にですね、ウィーブル証券なんですけども、なんとね、こちら入金1回取引でね、とうとう1万9000までね、 ポイントが上がりました。非常に上がりましたよね。まあ私ね、5000ぐらいの時にやってしまったんですけども、取引はね、1回必要っていうふうになりますんで、米国のね、株式を、まあ、1回ね、取引、えー、売買していただければ、それだけでね、1万9000取れるっていうふうになりますんで、これはね、非常に強いです。で、11月の3日から5日限定配信っていうふうになっておりますんで、この点はね、注意してください。 で、この案件はですね、新規口座開設と入金取引完了で1万9000っいうふうになっておりますんで、またね、一括5万円以上でね、入金していただかないといけませんので、この点は注意してください。で、取引のね、条件なしっていうふうになっておりまして、えー、銘柄は、えー、米国株、日本株、ETF、え、米国オプションなどのね、対象っていうふうになっておりますんで、この案件で1万9000なんでね、めちゃくちゃ強いですよね。ぜひ、こちらもね、利用していただければなと思います。 ということで、今回ですね、ちょっと細かい話、ちょっと長くなってしまったかもしれないんですけれども、まとめてね、紹介させていただきました。まあ、紹介していただいたね、ものは基本的にね、全部、えー、概要欄に、ね、公式サイト載せておきますんで、気になるものありましたらですね、ぜひね、利用していただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ